どうも、天の声のマイケルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。今日は4回、いつもの撮影室じゃなくて、ここはゲーデのアトリエですかね。はい、そうです、そうです。で、撮っていこうと思います。電車の音がします。はい、私の声はちょっとかすれてるかもしれないですね、今日は。じゃあ、はい、いつも通りやっていきたいと思います。はい、質問です。はい、理系大学4年になるものです。絵に関しては素人なのですが、将来作家として生きていきたいと思っています。そのためトップレベルの刺激をもらいたいのと、より良い作品制作のためにも芸大入学を志望します。予備校探しをしている際、各予備校の合格実績を閲覧していたところ、それぞれの予備校に得意としている専攻があるのではないかと疑問を持ちました。実際に教え方などで得意としている専攻が存在するのか教えていただきたいです。かっこ、お茶の水美術学院さんではデザイン科など。加えて大学4年の素人から芸大を目指すことは相当の覚悟と努力が必要なのを承知しているのですが、このような境遇の人だからこその厳しいアドバイスがあればご教示していただきたいです。よろしくお願いします、ということです。予備校に得意が、はい、まあだから合格実績に違いがあるね。はい、まあ、正直に言えばそういうことだよね。そんなのか、数に違いがあるということは、当然その合格者数ないしはその受講者数、その所属している人の数の多さとかも変わってくるんだよね。これは多分予備校っていうものを見学してみるとそれぞれの雰囲気が分かるので、1個の予備校に限らずいろいろな予備校を見てみるといいんじゃないかなと思いますね。これは合格者数もありますけど、うん、合格率で見るとまた違ったりしますよね。あ、そうですね。そうね、細かいことですけど、細かいですけど、そうなんだけど、ね、これね、お茶見だったら例えば工芸科とか、うん、あと湯河とかこと最近そうね、見方がいいみたいな感じですかね。はい、合格率ってだけどウェブサイトにあんまり出てないことが多いじゃないですか。確かに、分母って非常に確定が難しいので、確かに、だから合格者数が発表されてるって感じなんで、まあ、合格率をちゃんと出すってのはなかなか難しいのかなと思いますけど、うん、でもお茶見の場合右肩上がりっていうのが、まあ、湯河の場合あるじゃないですか、うん、それってあの率にしたら結構な合格の どうなんですかね。どうなんだろう、分かんない。油は、はい、あ、芸大の油は最近はいろいろな予備校で、まあ、特に偏りなくまあまあ受かってるって感じの印象ですね。どこの予備校もある程度受かってて、そう、どこか1個の予備校がバーンと独占してるって感じではない。どうですか、小野さんもそういう感じですか、見てて。そうね、でも他、まあ、トップのところは結構数があるんじゃないかな。そうか、湯河の話です。湯河、うん、でもそれがいくつかあるんですよ。ああ、まあ、まあ10人ぐらい上がってるっていう予備校がいくつかある。今年2個でしたっけ、トップ1位が2個あるんでしたっけ。あ、そうなんだ。確かに結構微妙で中途で増えた下手とかね、やるんで。最初に出てた速報とちょっと変わったり変わらなかったり、そう、ね、変わるってことはそれだけほぼ一緒にいくつもいるってことなんで、それでちょっと増えたら、ね、1位、いや、やっぱり同率2位みたいな感じで動いてるので、まあ、分散してるって言えると思いますけど、なんで合格者数の数が変わっていくんだよって思ってる人結構いると思うんですけど、まず、一番最初に出る数っていうのはお茶日に多分入試直前いて、で、その人たちの合不合っていうのが、まあ、言ってみれば分かるので、最初の数がその後増えていったりするっていうのは、冬季講習、夏季講習、そういったものに所属している人たちの数っていうのがカウントされていくんで数が変わっていってっていうことで、通信もあるらしいですね。ああ、そうね。だからその一番最初にできる数からあのやっぱりだんだんと、変わってくる。で、各予備校がの合計合格者数が、まあ、言ってみれば定員を超える数合格しているっていうのはやっぱり重複があるね。講習会お茶見に来てました。
とかっていうふうになると講習改正としての合格者数になる。なるほど。例えば湯河とかだったら定員何人でしたっけ、55で、はい、まあ、お茶日が出し例えば30人、はい、予備校 A が30人、はい、お茶日と予備校 A で60人になってるじゃないかみたいな、はい、重複してるってことですね。そういうことです。なるほど。じゃあ湯河に関しては結構まんべんなくっていう印象があるんですかね。今年の結果に関しては、うん、いくつだろう、なんか1個が突出してるって感じではないかな。他の科に関してはどうですか。やっぱりあのお茶日のお茶日の場合はデザインカナダって書いてありますけど、うん、そうですね。お茶日はデザイン、芸大デザインは、うん、ずっと一番いい、うん、まあでも、うん、あの結構勝ってるしね。何言っちゃった。出ちゃいました。P 入れます。 P 入れましょうか。一応ね、あの配慮で P を入れましたけど今。まあ悪いこと言ってないですよね、うん。まあ、教え方などに得意としてなんかあるんですか。あのデザイン科いいということでしたけど、デザイン科の攻略法みたいなものはじゃあ坂井さん的にはあったりするんですかね。教え方ですか。はい、難しいけど、はい、なんか僕はでもどのコースも一緒だと思ってるんですけどね、うんうんうん、あの人が人に教えるっていうことをやる以上コミュニケーションなので、どう相手に受け取ってもらう言い方をするかみたいなことがすごく鍵なのかなって思いますけど、うんうん、どの予備校も一生懸命やってるでしょうし、あとは、まあ、先生がやってみせたらどの予備校もうまいでしょうから、うん、その点ではそんなに差がつかないと思うんで、一番差がつくとしたら伝え方の部分なんじゃないかなとは思うんで、その部分を大事にしていこうとか日々更新していこうとか、そういう意識は持ってはやっていますけど、実際でも他の予備校がどんな風な伝え方をしているのかとかは見れないので、そうは分からないんですけど、比較はできないけど、まあ、そのあたりが大事なんだろうなとは思ってやってはいますね。確かに絵が上手くなくて予備校講師やってるみたいなことってあんまないですもんね。そうですね。だから多分伝え方をどれだけ頑張る意識があるかみたいなところは結構差があるのかなって思いますね、うん。では、素人から芸大を目指すにあたって厳しいアドバイスだとかあります。素人から芸大を目指すは全員そうなんで、その人に限らずみんなまずそうで、うん、確かに。だから始まりの時点では、まあ、それがそのあの中学生なのか高2なのか、あの大学、あのこの方のより大学、他のジャンルの大学なのか、まあ、それはそれぞれでしょうけど、うん、まあ、始めたての時点でみんな素人だから、うん、まあ、そういう点で言えばみんな特別じゃないですよね、一生。そうね、はい、その芸大になぜ入らなければいけないのかっていうのをちゃんと考えないといけないのかなと思うので、その美術家としてやるのに芸大に入ることが全てではないし、その理系の大学4年間っていうのをうまく生かしてその美術の表現にしていくとか、作家として生きていくっていうことも当然その他にはない、要は美術系の大学じゃないところから作家になったっていう人もいるし、当然そういう学びをしてきた人たちの得意っていうのは美術系の大学の人では不可能なんで、そういうのをうまく活かしていける環境にはあるなとは思うんですね。ただやっぱりその大学にいるとその美術家になるのに何が必要なのかとか、どういう情報が回っているのかっていうわからないっていうのがあるので、やっぱり大学を目指すっていうところがすごく近道に言えるかもしれないんだけども、何になりたいかって大学入って、私はその芸大に入ることが夢ではないはずなんで、そこはそこをもう一度考えてくれた方がいいんじゃないかなと思います。その芸大は芸大として、その理系っていうのはたくさんあるし、まあ、やっぱり美術系でそのある程度学歴があるっていうのは有利、いや分かんない、有利かどうかは分からないけれども、まあ、情報を得るっていう点に関してはそこに凝縮しているものっていうのがたくさんあるので、ここはいいかなとは思うんですけど、それ以外何かあるのか、
そのこの方って大学生なんでしたっけ？4年生。理系大学4年生。4年生。今は出てるかもしれない。あ、出てるかもしれない。でも理系大学で4年生だったら、芸大は大学院で狙うっていう線もありますよね。近道で言うとそうですよね。うん、なんか学部のね、もう一回1から、1年生から4年間ってやるのが本当にいいか、せっかく今のその理系大学4年間っていうのがあるわけだから、まあ、それを有効に生かす方法があればそっちの方がいいんじゃないかなっていう気もちょっとします。そうだね、だから純粋に油絵っていう絵画を学びたいって言った時に本当にそれは芸大なのかなとも思うし、確かに油絵をやりたいんであればもっといろんな方法もあるし、芸大はもうちょっとこう幅の広い表現になってるんだよね。油絵家っていうのは修行みたいなニュアンスはないないよね。やっぱ倍率が高くて入りにくいっていうのは確かだけど、実はじゃあこの入るっていうプロセスを踏みたいですかね、学部に。分かんない、すごい大変なことではあるから、あと確率も低いし、でそういう勝負の仕方を今大学4年が終わろうとしてる人に対してそれと本当大丈夫っていうのは思いますけど、改めて考えてみると、改めて考えてみてくださいって言いたくはなります。なんか受けるなとは思わない。そのチャレンジもここであるんだけれども、将来何になるかによってやり方はいろいろあるなと。大学に入るのが目的であればもうそれはそれしかない。当然、ああじゃあそれで頑張りましょうとはなるけどね。だから作家になるのが目的みたいな、はい、作家として生きていきたいと思っているそうです。まあ、作家として生きていくために、まあ、作品を売っていく上で学歴があると便利みたいな、そういう発想だったら、うん、僕は大学院がいいんじゃないと思いますけど、うん、なるほど。今までやってきたその今までの大学院なんです、うん、これは役立てた方がいいかな、役に立たないからゼロからって考えるんじゃなくて、うまく役立てた方がいいんじゃないかなって気が動かしますけどね。ちなみになんですけど、はい、大学院に入る場合、理系4年間大学行ってるじゃないですか、はいはい、ポートフォリオ提出って多分必要ですよね。あ、そうですね、多分何もいるんじゃないか。芸大の映画だけど実作品がいるんじゃないか。あ、ポートフォリオだけじゃないプラス、まあ、実作品もいるでしょうね。まず芸大の、卒業制作展っていうのを見て、要はその人たちが大学院を受けるんで、その卒業制作の作品 と、同等に扱われるというか、それを審査の対象とライバルがそこに、ライバルがそこにそのありのままの作品を置いてあるんで、それと私は戦えますかねっていうのを見てみればいいんじゃないですかね。じゃあ大学院と学部で入試のハードル的には両方高い。大学院ちょっと種類が違うし、でも戦いようがもしかしたらあるかもですよね。理系の4年間を生かして、生かしていける気がする。だから仮に芸大の大学院入るとして、その前段階が芸大の学部の4年間の人と全然違う畑の理系の大学の4年間と、どちらも芸大の大学院、油の大学に来たとしたら、それはその別の学部4年間を過ごしているわけじゃない。これは芸大の学部4年間を過ごしていないと別に遅れを取ってるっていうふうに思わない方がいいんじゃないのかなって僕は思います。なんかその別の4年間を過ごしてきていることで自分にちゃんと別の価値が与えられるっていうふうに考えた方が得かなと思う。もしかしたらその理系の大学の4年間の研究に絡めたホニャララみたい な、 なんかうまくそういうふうに活かせれば、芸大の学部で4年間やってきた人にはない価値が生み出せると、なんか、有利かなっていう感じはしますけどね。そう、まあ何を見せるかね、そこでやっぱりこうおってなるかどうか。だから本当に頭の中にこう何もなく、なんとなく芸大の油受けたいなと、
そもそものその表現の原始たるものがもともとないから迫るよね。だとしたらその本当にまさに素人からゼロからスタートみたいな感じだと結構時間もかかるし、もしかしたらそれをやってる間にあのちょっとこんなに苦しいの嫌だなとか、ね、こんなんじゃなかったみたいなことになりかねないから、やっぱりあのどうしていきたいのか、どう生きたいのかっていうのをしっかり考えてほしいなと思いますね。小野さんらしい厳しいアドバイスですね言い方的にそうやっぱり厳しいみたいな長い厳しいはい、はい、なるほど、そんなところでしょうか。はい、今日は以上になります。ではまた次回です。じゃあね、さよなら。